は岩崎恵子のサウンドドリームです。ようやく、ね、過ごしやすい季節になってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。朝晩は結構、ね、冷えますので風邪とかひかないように、ね、気をつけてください。今夜も素敵な音楽をどんどん紹介していきたいと思います。この番組は毎月第4火曜日夜の7時から7時半の放送です。ジャズを中心に私岩崎恵子が選んだ大好きな音楽を皆さんにお届けしたいと思います。この番組はナンバモータープール提供でお送りします。で今日はゲストにドラマーの高岡健二さんをお迎えしております。今日もスタジオライブがありますのでお楽しみにしてください。それでは今夜もメッセージをいただきましたので、ご紹介いたします。西宮市にお住まいの松葉宇多奈さんと原涼子さんからのメッセージです。私たちは小学校6年生で小学校1年からピアノを習っています。これからいろんなテレビで流れてる曲やアイドルの曲、そしてジャズとかいろんな曲を弾けるようになりたいなと思っていますが、どうやったら弾けるようになりますかというメッセージをいただきました。まず好きな、CD とかそういうのたくさん聞いて、もちろん楽譜から読めるっていうのも素晴らしいんですけどもね、耳から聞いてね、どんどんなんかこう遊び弾きっていうんですか、私らも子供の頃なんかはなんか当時流行ってた歌謡曲なんかをね、遊びながら弾いたり学校で習った曲なんかもね弾いていきましたのでね、そうやって自分で耳で聞こえながらこうなんか聞こえたものを音に出していって、和音とかも工夫していったりとかね、それで楽譜もあればどんどん読めるので、楽譜もどんどん読みながらとか、あとね一番いいのはね、ちょっとまだね小学校だったらちょっとバンド経験とか少ないとは思うんですけどもね、他の楽器の人とねアンサンブルをしていくっていう、そういう経験っていうのもねすごく大事だと思うんですね。他の楽器の人たちとの、エネルギーとかもねいろいろ感じながらやると上達できると思います。松葉宇多奈さんと原涼子さん、これからもピアノ頑張ってくださいね、応援しています。それでは今夜の1曲目は GRP オールスターズのドナリーです。